マッティタック駅とは、ロングアイランド鉄道の本線の駅である。ニューヨーク州マッティタックのニューヨーク州道25号線の北側、ラブレーンとパイクストリートの交差点にある。この駅は、当初1845年6月14日に建設された。それは1878年に再建され、1944年に改造された。 その駅舎は1959年に閉鎖され1967年7月に取り壊されたが、その駅は現在でもアクティブなままである。カョ長グ駅が1962年6月に閉鎖された時、マッティタック駅は2つの代々駅のうちの1つとなった。The Station c o n t a i n デ e ース A Produce Storage Facility Which Still Exists Today, b As. エイリアルエステートオフィス、高床のプラットフォームを持つ新駅が200年と2001年の間に建設された。なお、当時エライ W ハーの多くの駅はそれを持っていた。この駅は、高床の短式ホームを線路の南側に一面有し、有効状は一両半である。本線は、この場所では三線である。一つは、側線、もう一つは、貨物用分岐線である。 ありがとうございます。